私の名前は成田純、ウェブデザイナーだ。世の中は大変だけど、在宅でできる仕事が多いので、なんとか続けられている。夫の幸成は普通のサラリーマン、共通の友達を介して仲良くなり付き合って結婚したが、直後に病気が発覚してしまう。どうやら慢性の病気みたいなんだよ。医者に行ってきた後、げんなりしていた夫、どうやら大腸の病気で、国の指定難病にもされているもの。投薬などをしながらであれば普通に暮らせるものの、食べ物にも気をつけなければならなくなってしまった。悪化する危険もあり、夫はストレスで参ったりもした。辛い時は休んで、私がバリバリ働くし。ありがとう。そんな風に助け合いながら暮らしていたある日、弟が結婚すると報告してきた。正直、私も姉も弟とは昔からあまり仲が良くない。その弟が彼女が子供を授かったから結婚すると、実家にみんなを集めたのだ。え？お嫁さんとなる人を見て言葉を失う。なぜならばその子は、私の高校時代の同級生の京子だったからだ。やだ、なんだあんたの弟だったの？京子は私が当時付き合っていた彼氏を取られたことがあって、あまりいい印象がない。私の元彼だけでなく、人の彼氏を取るのを楽しんでいるようなやつで、評判が良くなかったのを覚えていた。弟がこの報告をしてきた時、私はすでに結婚して3年目。当たり前だが私たちには子供はいない。それを知った京子はいきなりマウントを取ってきた。やだ、3年も経ってまだ子供いないの？女として生まれた意味がないね。かわいそう。ニヤニヤ笑う京子。こちらの事情も何も知らないのに、夫が病気になって、まずはその生活に慣れることが第一と考え、子供は後回しにしていた。そのためにもしかしたら子供を持てないかもしれないけど、最優先するのは夫婦の生活、子供は授かり物であると考えていた。もちろん弟もそのことは知っているのに、横でマウントを聞いていても何も言わない。それどころか、そんなに言うなってとニヤニヤ。呆れて姉が京子を叱り出した。同級生とはいえ親族になるんですよ。いきなりそれは失礼じゃないんですか？夫婦のことはその夫婦にしかわからないでしょ。言われたらどんな気持ちになるかも考えられないの？何よ、嫁いびり？バカじゃないの？呆れる。姉妹で嫁いびりする気なんでしょ？昔あんたの彼を取ったことまだ怒ってんの？彼が私を選んだだけのことなのに逆恨み、怖。何言っても無駄ね。それからすぐ弟は結婚して、お祝いを催促されたので3万だけ包んであげた。それに対しても少ないと切れてくる始末。もともとの弟との関係もあって、私も姉もこの日から弟夫婦に関わるのをやめた。私たち夫婦の方は夫の体調に波があるので、何度も話し合った結果、子供は諦めることにした。本当にごめん。いいのよ、子供が欲しくて結婚したわけじゃないから。2人で楽しく生きれば何も問題はない。夫の体調を考えながらお出かけしたり、映画を見て休みを過ごした。一方、弟夫婦の子供に小児喘息の診断が降りたという。疎遠にしていたので最初は知らなかったが、両親から私と姉が呼び出されてそのことを知らされた。さらに弟夫婦から同居と生活費の援助を求められたが、バッサリ断ったことも話してくれた。あいつらにはもうはっきり言っておかないとと思ってな。いい機会だから話しておくけど、私たち免許も返上して、いずれは自立型老人ホームに入ることになってるから。市内のホームでいいところが見つかってな。終身利用できる代わりにちょっとお高いが、お前たちに残せるものはなくなるが、迷惑をかけることもないと思う。そうだったんだ。母さんたちが決めたならそれでいいよ。弟夫婦にもそれを同居を断る理由の一つとして話したらしい。金銭的援助については、実は弟が独身の頃に2度ほど借金の尻拭いをしている。どうしようもなきやつなのだ。その2度目の時に、今後二度と援助はしないと約束してあったそう。それからしばらく経って、案の定弟夫婦が訪ねてきた。援助を求めに来たのだろう。あんたら子供がいないんだから余裕あるでしょ。まさかいつまでも昔のことを恨んだりしてないよね。頼むよ、甥っ子がかわいそうだと思わないの？あんまり身内のみっともないところを見せたくないのもあり、ここから先は実家の問題だから、あなたは本屋さんにでも行ってて、って外出を促した。分かったよ。夫も私の本音を理解したみたいで、すぐに出かけてくれた。それで援助してくれるんだよね？ねえ、ほら、これだけお願いしてんだから恨んでないでさ。この二人は私がお金を貸してくれると信じているのだろう。でも残念、そんな気あるわけがない。
恨んだことなんか一度もないわよ。元彼を奪われたってその程度の男だったんだとしか思わなかったからね。奪われた時にはすっかり冷めてたし、おかげで夫と出会えたので結果オーライよ。え？顔が凍りつく京子。むしろ弟みたいな昔から卑屈で努力嫌いで頭の悪いやつと結婚してバカな女としか思わないな。ちょっと上司に叱られたらすぐ会社を辞めるようなバカな弟と授かり婚とか、何をどう考えたら逆恨みできるっていうの？そんな風に言わなくったって。焦る弟の隣で京子は真っ赤になっていた。あんたのことはバカでかわいそうな女だからまともに相手にしなかっただけ。確かに子供はかわいそうだと思うよ。親を選べずに生まれてくるって本当に気の毒。小児喘息よりもそっちの方がかわいそうかな。それならだけど、それとこれとは別。今までのあんたらの態度で私が援助なんかすると思う？そんなに援助してほしいなら次のこと約束してよ。一筋の光が見えたかのようにパッと顔を明るくする二人。そんなわけないでしょ。今後一生私に逆らわないこと、私に対してははい以外言葉を発しないこと、それを約束するなら少しぐらい援助してやってもいいよ。第一どの面下げてここに来たんだか、恥を知ったらどう？この二人にそんなことはできるわけがない。京子は悔しいのかどうかブルブル震えるだけだった。この時は知らなかったけど京子の父親は自己破産しているらしい。だから実家には頼れないそうだ。もういい、姉ちゃんのところに行く。そう、同じだと思うけど、私の後姉のところにも援助を頼みに行ったらしいが、当然そんな余裕はないし会ってもしないと断ったと聞いた。嫌いな弟夫婦とはいえ、老いが小児喘息というのは私なりに心を痛めた。姉にも3人子供がいるが、彼らにとってのいとこでもあるわけだし、簡単に援助を承諾するのは弟らのためにもならないと思って拒否したけど、どうしてもというピンチの時には子供のためにも何かしら助けてあげなきゃいけないかなと一応姉とも話し合っていた。ああいうのはもう甘やかさない方がいいのよ。うん。ところがそれから1ヶ月もせず、なんと弟夫婦は離婚してしまった。さすがに父親として無責任なんじゃないかと思ったが、どうやら企んだった模様。京子は計画的に企んしたわけではなく、結婚前に弟と同時進行で付き合っている人がいたようだ。どっちかわからなかったらしいんだが、もう一方の男性は授かったところを告げたところで結婚してくれなそうだったから、弟の方にしたんだそう。最近のネットでの話などを見て、弟が DNA 鑑定を申し出たらあまりに挙取ったので怪しいと思って無理やり鑑定したら黒だったと。話し合いは泥沼だったみたい。あなたの子なの、この子は、信じてよ。科学的に証明されてるだろうが。離婚後泣きわめきながら私の元に京子がやってきた。ねえ、あんたから言ってよ、よりを戻してやれって。うち破産してんの、暮らしていけないのよ。弟と暮らしても生活が良くなるわけではないと思うが、親元にいるよりはマシなのだろう。だが私に助ける義務などない。今までいろんな男の人を奪ってお付き合いしたんだから、その人たちに助けを求めてみたら。いつまで恨んでんのよ。なんかもうどうでもよくて、あんたが早く帰ってほしいだけよ。もうつながりなんかないんだから。警察呼ぼうか。警察の名前を出すと京子は泣きながら帰っていった。仕方なく京子は親元に帰り、貧乏生活をしているみたい。親は借金もあるみたいで、まともな暮らしもできていないようだ。あの女をバカにしながら優雅に暮らすつもりだったのに。老いの方は京子の親戚が養子にしたようで、そこだけが救いだ。弟の方も実家に帰ってこようとしたが、両親が激怒。いい大人が甘ったれるな、一人で暮らせ。なんで子供にそんなこと言うんだよ。刺激は職を転々としていたせいで、もうまともな職につけず、かなりブラックな工場勤めしか受からなかったよ。時給も安く、ボロボロになりながら働いているようだ。私たち夫婦と姉夫婦にはやっと平穏が訪れ、たまにどちらかの家に集まっている。姉は夫にも食べられるものを準備してくれたりして本当に感謝している。これからは夫婦の時間を大切にしていこうね。うん。夫の病気も長い付き合いになる。二人で力を合わせて生きていこう。ご視聴ありがとうございました。